トロ Q は、ユフインエリアを中心に運行されたトロ Q は、九州旅客鉄道が、ユフイン駅南ユブ駅間を日差し大本線で運行していた、観光用トロッコ列車である。ユフイン市街地道路の混雑緩和と観光促進を兼ねて、2003年に運行が開始されたトロッコ列車である。これは、南ユブ駅前に車を止めて、そこから、ユフイン駅までは、 列車で移動するパークライドを推進させるという目的である。この列車のために南湯部駅に折り返し設備が設けられた。専用車両の老朽化などにより2009年11月29日の運転をもって運行を終了した。なお、11月7日乗車分より記念乗車証を配布していた。朝に快速トロッコ列車として 大分駅、湯布院駅間で運行され、その後は、湯布院駅南湯布駅間で、トロ級列車として後往復の折り返し運行を行った後、夕方に、快速、トロッコ列車として、大分駅へ戻るダイヤであった。湯布院大分間運行の快速、トロッコ列車は、全車座席指定席であるが、湯布院駅南湯布駅間の、トロ級列車は、全車自由席であった。 トラ74,3195両編成で、両端が機動車、中間3両が、トロッコ車両のトラ7万系無害化車となっている。全車とも、大分鉄道事業部大分車両センター所属。2002年に、大分県有夫院町で開催された、全国トロッコ列車サミットの際に、先に、トロッコ改造されていたトラ7万系無害化車3両に、 機動車二両を連結し、内装や外観塗装など改造が施され、トロキューと命名された。車両デザインは一部雑誌等では、水戸岡英二氏との記載があったが誤りで、正しくは JR 九州社員によるデザインである。トロッコ車両三両は、国鉄時代末期の1987年に改造されたもので、当初はアドベンチャー号の愛称で、 鹿児島運転所に配置され、被殺船などで使用された。一時期は観光列車、イサブロを新兵に並結して運転していた時期もあった。車内には木製のベンチとテーブルを備えている。窓は設けられていない。キハ6536は1989年に、 四国旅客鉄道から譲り受けたもので JR 四国に在籍していた当時に座席がバケット式の固定クロスシートに取り替えられている。キハ58569はかつてシーサイドライナーとして走っていた車両で座席がグリーン車の廃車発生品のリクライニングシートに取り替えられている。トロッコ列車、トロ Q として運行しない日はトロッコ車両を切り離した上で 日差し大本線や法飛本線の普通列車として運用された。キハ47等と並結して運用されていたが、当時シーサイドライナー色で在籍していたキハ58154や、九州色のキハ282144等と並結されることもあり、全車両がキハ 58K の編成でありながら一両ごとに塗装が異なることもあった。 2008年9月30日には、九州各地に当時在籍していた、キハ58系前車で6両編成を蘇生し、鹿児島本線熊本駅比殺線吉松駅間で、団体専用列車として運行され、トロ9編成は、熊本側の先頭に連結された。トロ9として、運用終了後、キハ58.65の2両は2010年2月に、小倉工場で、 国鉄急行色に復元に塗られていたされ、検査切れとなる同年8月まで、イベント用車両として運用された。その後、2両は2013年6月5日に、小倉総合車両センターへ改装され、同月中にキハ6536は解体された。キハ58569は、車席を有したまま留置されていたが、2015年3月に、廃車となり、 同月16日に解体された。これにより、JR 九州で、車席を有するキハ58型は、熊本車両センター所属の、阿蘇1 9 6 2の2両のみとなった。一方、トロッコ車両3両は運行終了後も保留車のままで、車席を有し、大分鉄道事業部大分車両センターで保管されて、いたが、 2018年3月に3両とも廃車となった。なお、トロ9で使用されたヘッドマークは JR 九州大分支社内にて保管、展示されている。ありがとうございます。